4時半、天気の方はねだいぶ回復してます。でちょっと今日が出てるんでね暑くなってきてますね。よいしょ。今ちょっとね車の方をいじって、終わったところ30分、まあ両方右と左でね何分だっけ1時間ぐらいかかったのかな。とりあえずこちらで行くかな。はい、背面、どうしようかな。ちょっとピレットサークルをしていこうかなと思います。まあ風がちょっと強いんでね練習にはあましちょっと向かない、ピレットサークルの練習にちょっと向かないっちゃ向かないんですけど、眩しいな。逆からしようか、こっち向きでしようか。風は今これ何メーターだ、2メーター強、3メーターあるかないかっちゅうぐらいかな。一応6軸でしてみましょうか。はい、普通にねエルロン、右左、右左はこれ結構、流されるというかこれ6軸がずれてるな。ちょっと3軸に切り替えましょう。一回下ろすか。エルロン右打てば右行きますけど、こう横向きの場合はこっち行きますね。で対面の時は左に行きますよね、同じ右打っても。で左向きで、奥に飛んでいきます。で、これもねあのピレットサークルは、常にねこうピレットしながらじゃないと止めないように、ピレットを止めないようにしないといけないんですけど、これでねエルロンとかエレベーターとか打っていくんですけど、モード1の人はこうラダー打ってるんで、あのエレベーター打ちにくいと思うんですよね。だからあのエルロンだけこうして、こう対面の時は左打って、こっち右の、こう進行方向に、左方向にちょうどエルロン操作できる方向に向いた時にねちょんと打ってあげる。で、慣れてくればそのエレベーターもね、打っていった方が綺麗に回れるし、ちょっとこれ機体が軽いんでね、またちょっとやりにくいっちゃやりにくいんですけど、重かったらねその流れるこうスーッとね流れるのを、利用して、いけばいいんですけど、こんな感じで、ピルエットをなるべくね止めないようにして、エルロンエレベーターを打てればエレベーターを、して回していくと。でこれがね正面は今自分できるんですけど、背面になるとねできなくなる。多分エルロンは一緒、何が違う、することは一緒なんですけど、間違った、はい、ちょっとエルロン打ち間違えますねこれ、はい、なので練習しかないですね。こう普通にねテールからの、旋回になっちゃうか。とにかく、エルロン速い、これはね練習ですね。
これが多分初めてね、正面でピルエットサークルする人の難しさがこれだと思うんですけど、まあ、とにかくこう、やっていくうちに多分慣れてくると思うんで、まあピルエットがね早いとね、操作もね、バタバタになるんでね、まあ、ゆっくりから、自分の操作しきれるゆっくりから、練習していかないと、どこ飛んでいくか分かんなくなっちゃうんで、危ない危ない。これは本当ピッチ操作もね、なんか今日風があるんでね、して結構ね、機体がね遠くに逃げそうになったら一回ちょっとねピルエットやめてね、 できるだけ戻すようにして、そしてまたその、飛ばすライン上に来たら、またピルエットし始める練習です、ね。まあ、ピルエットサークルができるから遠くっていうわけじゃないけど、まあいろんな向きでも操作がね間違わずにできるようになるっていうことになりますので、まあ覚えてた方がまあいいかなと。もう 目とね指が勝手にね判断 して操作をね、できるようになるまでがね、大変なんで、まあ、これがね今これ110だからいいけど、550とかね大きいのになったら本当に下手したらね死んじゃう、頭に突っ込んできたら死んじゃう。なるべく、今上にね土手に人がいるんでね、土手のよりも高く上げないように、気をつけて、で危なかったら戻す。落とした、あダメかな、あダメか、あ倒れた、完全に倒れた。こんな感じでね、まあ、電池の持ちもあれなんですけど、とりあえず、まあ、できないやつを練習するのがね、またある意味楽しいっていうね、ちょっとモーターカットしてね。して、まあ、落ちたらね、やっぱしマストだけは確認しないとね、ピッチが、狂っちゃうんで。で、今、電池、これ、プロポタイマーがないからね、今何分飛んでるのかちょっとわかんないんですけど、多分どうだろう、3分以上は飛んでると思います。はい、カット解除して、あと1分 3D で飛べばいいかなっていうレベルかな。あ、なんかガラガラいる、あダメだ、電池がないよ。はい、電池なかったです。モーターカット、モーターがキャノピーに擦れてるのかな、これ。はい、でね、今一応自分もね YouTube、まあ、いろんな方のね見てるんですけどね、今ちょうどこれを練習している方がね、いたんでね、あ面白そうだなと、まあ、自分も最近全然練習してないんでね、まあ、まあ影響したっていうかね、自分も練習しないとっていう風に なってます。いいかな、なんかでかい輸送機みたいなのが飛び降るな。あ、背中結構暑いですね、やっぱ太陽が。はい、じゃあモーターカット解除して、なんか当たってガラ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 音がするね。なんだろう、あピニオンとメインギアが、あメインギアがずれてるじゃん。タイプはね、マストをカーボンにしたんでね、マストロックのネジがないんだよね。だからちょっと戻すのが大変。
トロックを押しながら、ギアを持ち上げないといけないんで、ああ大丈夫かなこれ、大丈夫か、なんかメインギアの先端が、削れていってるんですけど、削れるとね山飛びして、テールがくるっと回る恐れもあるんで、やっぱ日が照ると涼しくないな、暑いな、なんかビーチだね、何か見えてる、大丈夫、これは、多分ピニオンが言ったと思う、モーターの空回りみたいな音が、あ、ちょ、ピニオンが、あ、下にずれた、ギリセーフ、はい、やっぱしね、ネジロックの量が少なかったんでね、今こんな感じで、ピニオンがね下にずれて空回り、まあなくす手前ですね、よかったよかった、とりあえずもうこれで終了します。